お主ら今日入学式何時からじゃ？9時です。僕も9時です。2人とも親は来るんか？大学の YouTube チャンネルで配信するんで、それ見るからもういいかなって言ってました。生配信か？そうみたいです。今の大学はそんなことしてくれるんか？心臓の親も YouTube か？うちの大学は YouTube やってないと思います。そんなことしたらデジタルタトゥーになります。エフランか？親も来ないです。節子さん、エフランとか知ってるんですね。節子さん若いよ。日々アップデートしてるから。アップデート、若い子のふりして SNS バンバンしとるからな。パチモンやん。パチモンやで。心臓くん元気ないね。もしかして緊張してる？してます。今日は入学式だけじゃろ。そんな緊張することあるか？入学式だけちゃいますよ。式の後ガイダンスっていうのがあるんですよ。ガイダンスって何ですか？履修登録やオリエンテーションの説明とかでしょ？大したことないから大丈夫だって。大したことありますよ。まだ何かあるの？いや、別に。何？何もないです。友達ができるか心配なんじゃない？いや、ぼっちになるのは怖いんじゃない？そうなの？そうです。何を心配してんねん。大学生やぞ。普通に面白いことの方が多いやろ。大学入学したらどんな楽しいことがあるんやろって僕もワクワクしてたよ。いっぱい勉強していっぱい友達作って。でもそんな期待はするな。無駄やってみんな言ってた。無駄って？誰がそんなこと言ってるねん。にちゃん。え？にちゃん。大学入ったぐらいで劇的に人生が変わるなんてあるわけないってみんな言ってた。にちゃん。そういう人も少数おるってだけやろ。大学入る前は全員リア充になれると思ってるけど、実際大学の比率を見るとリア充3、ヒーリア7ぐらいやって。高校で行けてないやつなんてヒーリアがくて友達一人もできひんって。にちゃん、とりあえず横に座った子に話しかけてみたら？みんな不安で誰でもいいから仲良くしたい時期だから。レイさんも入学式の日は不安でした？不安だったけど意外とすぐに仲良くなれたよ。心臓くんは…僕はそんなうまくいかんと思います。にちゃん、陽介とレイさんはリア充側やん。ほっとっても向こうから話しかけてくるタイプやん。心臓くん、ヒーリア側だった僕からいいことを教えてあげるよ。何ですか？さっきレイさんも言ってただろ。誰でもいいから仲良くしたい時期って言ってました。誰でもいいんだよ。ブサイクでも陰キャでも心臓くんでも。入学から1ヶ月ぐらいは誰でも簡単に可愛い子とだって友達になるチート期間なんだよ。チート期間？オリエンテーションはいつ？1週間後です。そこで頑張って誰でもいいから1人友達作ろう。1人でいいんですか？なら0から1が一番難しいよ。1いけるならあとはネズミさん的に増えていくはずだから。多分これ合ってます？間違ってはないけど、入学当初にとりあえず仲良くなったことはそれが合わなくなることが多いかな。やっぱり同じような見た目やノリの子たちで固まるようになるから。チート意味ないやん。意味ないことないよ。ネズミ交際構築してしまえば、こう孫ひ孫と掘っていけば1人ぐらい気の合う人がいるかもしれないだろ。ネズミ交って言ってるやん。サークルに入る気はないの？サークルに入るとすぐに友達できるよ。サークル入りたい気もするんですけど、ビジュアルが NG なやつはサークル勧誘すらされないって。そういうのを勧誘して実際に入ると勧誘したやつが先輩に怒られるって。にちゃんで。にちゃん、同じ高校の子いないの？いないです。僕の大学に友達っていうか、他のクラスメイトだった小田っていうのがいるんですけど、距離取りたいんですけど絶対寄ってくると思うんですよ。どう接すればいいと思います？私なら最初は仲良くして徐々にフェードアウトかな。同じ出身校のやつとつるんでると人が寄ってこないから、その子とつるむ気がないなら早く切った方がいいってみんな言ってたで。にちゃん、これもうぼっち確定じゃろ。ぼっちでも困らない方法を考えた方が良さそうじゃな。